近鉄三万系電車は近畿日本鉄道が保有する特急系車両である。建造費は一時車7編成で27億円。解説の便宜上、本校では大阪上本町、大阪南場向きの先頭車の車両番号 F を編成名として記述する。その他に両先頭車を MG 車、中間2階建て車を T 車として記述し、大阪上本町に向かって右側を 山側、左側を、海側と記述する、近鉄各施設で使われていた、ビスタカーの旧シンボルマーク当時の近鉄グループの、象徴1978年に1100系、新ビスタカーの老朽化、廃車に伴い、後継車両として登場した。日本では、新幹線100系電車登場まで唯一、鉄道車両で2階建て車両を組み込んで運行していた、近鉄特急、 ビスタカーの三代目にあたる。登場時は1100系。新ビスタカーと区別するため、ニュービスタカーと呼ばれていたが、ニューと、新では、意味が同じでこの区別方法はおかしいため、後に、ビスタカー3よと、通称されるようになった。さらに後述する更新工事で、ビスタ EX に解消されている。伊勢島観光特急用としてデビューしたが、名販のオンストップ特急や、 車庫のある山と最大寺からの送り込みも兼ねて、ハンナ、軽な特急などでも使用され、デビュー間もない頃から、南大阪線系統や湯の山線を除く、特急運転区間のほぼ全線で運用された。1988年に2万1000系、アーバンライナーが登場するまでの間、近鉄を代表する車両であり、 近鉄特急の CM では12,200系2両と、並結した6両編成での映像が多く使われた。また、当時の国鉄監修時刻表の広告をはじめ、近鉄各駅のパンフレット置き場等に、当該系列のイラストや、ビスタカーの V 字マークが使われた。1979年に、鉄道ともの会ブルーリボン賞を受賞している。12,400系3万系のモデルとなった。 フロントデザイン3万系の開発にあたっては、登場の前年より調査が行われた。これに関連し、12,400系が3万系の構想を念頭に置きながらデザインされた。また、近鉄の赤尾取締役と池田車両部長が欧米を視察して、実地調査を行った。構想段階当初から伊勢島観光特急用として、華やかさを持たせたい。そのために、 会場席を多く設置したいという考え方があり、そのため当初は全車ハイデッカー仕様で考えられた。しかし、いざモックアップを制作したところ、フラットカーに乗っている感覚とあまり変わり映えがしないのではないかとの見解が持たれ、またハイデッカー車であっても階段は必要であることから、中途半端を嫌って、純然たる2階建てで設計することになった。 1100系は一部の先頭車両が非貫通構造であったことから、他系列編成とは、非貫通車よりには連結できないために運用上の自由度が制限される問題があった。また、製造当時の運行上の中心であった名阪港特急が東海道新幹線の開業によって衰退し、代わって伊勢島方面を中心とした。 停車駅が多いオツ特急運用が増えたことから、1100系独特の千鳥状の扉配置に加えて、ダブルゲッカー構造ゆえに人の動きが滞留して、乗降の際に時間がかかることも問題になった。それゆえ、3万系の先頭車は全車貫通扉式となり、扉配置も見直され、車内は伊勢島観光特急用にアレンジされた。 登場時の3万系 MC 車と T 車間の床面、高さの違い、T 車出入口付近に提示されていた座席位置案内表示版1978年12月デビュー当初から1999年11月まで存在した3万系オリジナルスタイル車両について解説する。電算記号は NV を使用していたが、翌1979年の1100系。 全廃後は V に変更された。製造当時の特急車両の主力であった12,200.12400系を基本とした。1100系では、連接構造を採用していたが、この方式では、社長が短くなる関係上、編成定員は12,200系等の、ボギー構造の車両と比較して少なく、運用面で不都合が発生していた。また、 メンテナンスの上でも連接新皿の保守や工場内における編成及び台車の分離組み立て工程に手間がかかる問題もあった。これらの諸問題をクリアすることに加え、2階客室のスペースを多く確保するため、3万系ではボギー構造を採用した。それに伴って車体長も全車2万8 0 0、mm、トルとされた。 電動車の車体は概ね前年に登場した12,400系のデザインを踏襲したが、特急標識、全面行き先表示器や尾灯、標識等の形状は異なったものにしている。また、貫通路上部に2本の筋が入るようになった。この変更は12,400系造尾車である12,410系、12,600系、そして12,410系の狂気バージョンである。 南大阪線向け1610系に踏襲された。運転台直後に、車内販売準備室を備えるも3200型は、片側面につき客用扉が1箇所、も3250型は2箇所設置となっている。付随車の車体は、ダブルデッカーという特殊構造をゆえに、経年仕様による車体の追加が特に心配される、ことから、両先頭車と同じく、 大枠サイドシールを車体全長にわたって通し、車ン圧縮荷重を直線の針で受ける構造を取った。この大枠に吊り下げるように、船型のステンレス製大枠を別に製作の上、取り付け、開花室とした。なお、車体の合成改善とバネ設計の見直しにより、当該系列では、レール面上最小車体高さを一万百系の二百四十五ミリメートルから十五ミリメートル下げて、 室内空間の増加を図った。付随車の客用扉は、車体の中央に1箇所設けられ、扉付近は、吹き抜けのエントランスホールとしている。なお、全形式とも客用扉は設計当時の近鉄特急車で標準であった2枚折り度である。付随車の側窓は、座席1列ごとに設けて、警戒感と客席の多さをアピールした。寸法は、 電動車の 1700mm750mm に対して、会場室が 840mm750mm、開花室が 930mm575mm、mm、である。扉付近のエントランスホール部分の窓も、客室窓と同一スンとしたが、客室窓から少し離れた場所に位置し、窓内には豪車表示機と座席位置案内表示板のユニットを設置した。 2階席の側窓上部には飾り小窓を設置して、車体をできるだけ高く見せるようにした。開花部分には冷房装置の運転に必要な外気取り入れ用グリルが取り付けられているが、寸法を極力開花室の窓に合わせ、またステンレスの地肌のまま取り付けることで、窓が並んでいるようにデザインされ、2階建てであることを強調した。車体断面形状は、 電動車は12,400系と同一であるが、付随車は車両限界いっぱいまで拡大された。付随車の車体高さは1万系や1万100系と同様で、当時の車両限界の制約を受けて4,060ミ、mm、リメートルである。この付随車と電動車では特に連結面の屋根の段差が激しく、先代のビスタカーと比べて一体感ある流れとはなっていないが、 これは2階建て車両であることを強調するために、塗り分けも含めて、あえて一貫性を否定し、不連続性を全面に打ち出したものである。また、電動車と付随車では、連結面の床高さが異なり、両者を見比べると付随車の床面が若干高く設定されているのがわかる。電動車の床面高さは、レール面から 1120mm だが、付随車はそれより 50mm 高い。 塗装は2階建て車を強調する理由から1100系のように、紺色の帯を編成全体に通すことをやめ、電動車の紺色の帯を連結面手前で斜めにカットし、付随車でビスタカーのイニシャルをアレンジした V カットラインを描くデザインとした。また付随車の紺色の帯も電動車のそれと比べて幅を狭くしている。付随車の紺色の帯内には、 ビスタカーのステンレス製の切り文字が貼り付けられた他、も3200系の車半準備室部分にも同様の切り文字が貼り付けられた。ただし電動車の場合、文字サイズが若干小さく、貼り付け箇所は山側のみである。主要機器、編集制御機、編集主制御機、三菱電機アブフム -254 から15、MDHB 型主制御機は、 基本的には既存の大阪線特急車のシステムを踏襲し、立甲23段、発電ブレーキ18段の電動化無軸式、自動加速制御機である三菱電機アブフム -254 から 15MDHB を各電動車に1機ずつ搭載し、各電動車の主電動機2機を永久直列としてに、軍を自家並列制御する。ただし、第6編成から第10編成と、 第14編成の6編成については、製造コスト低減を目的として、大体廃車された1100系に搭載されていた、三菱電機アブフム -168 から 15MDH を整備、改造の上で流用し、竣行している。主電動機、編集主電動機は、MT 比1、1で青山峠越えを含む大阪線運用に、充当されることから、 12200系や12400系と同様、端子電圧 675V 時1時間定格出力 180kW の三菱電気メガバイト -3127A3 を電動車の拡大車に2機ずつ増加し、WN ドライブで駆動する。波数比は従来の大阪線特急車と同様、80、21イコール3.81である。これらにより、 軌動加速度時速 2.5km、S、最高運転速度時速 120km、大阪線山と朝倉駅、灰原駅間の33.3パーミル連続上り勾配における、近郊速度時速 100km 以上を確保している。台車、編集上が、MC 車の KD83 下が、T 車の KD83A 台車はいずれも近畿、車両制で、電動車は、 KD-83 を、付随者は KD-83A をそれぞれ装着する。いずれも軽意特急用副電圧車であった 18200K 用 KD-63K をルーツとし、12000K 用 KD-68K、12200.12400K 用 KD-71K と改良。 熟成を重ねてきたプレス材溶接組み立てによるシュリーレン式円筒案内式車体直結空気バネ台車である KD-83 と KD-83A は手電動機地地下のウムや基礎ブレーキ装置の構成のほか枕張り周りの寸法が相違しており重心の高い2階建て車用である KD-83A ではこれにより枕バネである ダイアフラム式空気バネによる、車体支持点を KD-83 と比べ、約 200mm 高くすることで、車体のローリング特性の改善を図っている。ブレーキ、編集ブレーキシステムとして、電動車については制御機による、そもそも速発電ブレーキと連動する、HSC、D 発電ブレーキ、併用電磁直通ブレーキを、搭載する。このため、各電動車の床下には、 青山峠などの下り33パーミル連続勾配区間などで、そもそも速発電ブレーキを常用することから、通常の抵抗制御車と比較して、大容量の抵抗機を搭載している。台車の基礎ブレーキ装置は、車輪の踏み面を前後から、ブレーキ周で締め付ける、両抱き式である。一方、付随車は、HSC 電磁直通ブレーキを搭載し、台車の基礎ブレーキ装置は、 車輪間の車軸中央に搭載されたローターをブレーキパッドで挟み込んで運動エネルギーを摩擦熱に変換するディスクブレーキである。なお、12200系などと同様に将来の時速 120km 運転を想定し、ブレーキ制御圧切り替え装置を搭載している。終電装置、編集終電装置は近鉄特急では、 初採用となる東洋電気製造 PT4811AM 下枠交差式パンタグラフが電動車に2機ずつ搭載されている。これらは当時のセクション区間長の制約から高圧母線を引き通していないため個別に終電する。補機、編集補機関係は本来付随車に取り付けるべきものがダブルゲッカー車では床下まで客用スペースに取られることから1100 軽では付随車である2階建て車両への搭載とはならず、隣り合う電動車に搭載されていた。しかし3万軽では2階建て車への搭載が実現され、このため電動車は床下スペースを抵抗軌道で装備することが可能となり、前述のように1万2400系と同等の走行性能を確保することが可能となった。2階建て車への補給設置は、 車高の高い T 車の重心を下げる役割も担っている。電動発電機は差3150型に、空気圧縮機は差3100型にそれぞれ集約分散搭載されている。その他機器、編集空調装置、編集海側と山側で異なる3の方向空調装置は、電動車は冷凍能力4500キロカロリー、H の東芝プス -1511、15 ユニットクーラーを6機、それに三菱電機が開発した熱交換機2機を屋根状に搭載している。付随車は1階席前後の床下に設けられた機械室に冷凍能力1万キロカロリー、H の東芝プーマイナス3051を各機械室あたりに機ずつ計4機を搭載して2階客室へはダクトで2田中の風道に冷風を送る設定である。 両線当車屋上のクーラー・アキセノさんは、海側と山側では、向きが異なり、海側が縦、山側が横向きとなっている。客室、編集1100系と3万系との車内空間の、比較2階席の居住性を重視し、1100系よりも居住空間を広くとり、天井の高さを2.18メートルとして乗客に、窮屈な印象を与えないようにした。その分、 開花石は高さを思い切って低く抑え通り抜けができないセミコンパーメント帳とした。フラット車である MC 車の内装は12,400系に順じており、くつろぎのサンシャインというテーマを設定してオレンジ色モケットの座席をはじめ明るい色調を採用した。会場室はテーマを爽やかな光源として座席モケットを緑色とした。 開花席は6人掛けのソファーで、配色は海のファンタジーをテーマとして青色とした。開花席には当時禁煙者に指定されていなかった関係で窓際のテーブルに灰皿が設置された。また、開花席では壁に横長の鏡を設置して部屋の圧迫感を和らげている。この部屋の蛍光灯カバーは角を丸め、乗客が頭を打って、怪我をしないように配慮した。 床材も12,400系同様で、通路方向に3本のストライプが入る。ただし、開花席とエントランスは、小石柄のアームストロング材を使用している。また、T 社は、客用扉を車両中央に設けたために客室が前後に分かれているが、仕切り壁と扉をガラス張りにして、見通しを良くし、T 社全体はあたかも一つの部屋に見えるようにした。このガラス扉には、 セラミック加工の横縞模様が入る。荷物棚も透明ガラス製を採用することにより、客室の開放還演室に一役買っている。その一方で、両先頭車に連絡する連結面側の仕切り扉は緑色の目隠し式で窓がない。会場室の扉は屋根の半径がきつい関係で両開き式である。デッキの上高扉の色は MG 車がオレンジ。 t 社が緑として客席の雰囲気に合わせている。扉は2枚折り度で内側に開くために、可動部の床の色を変えている点は在来車と同様である。妻壁には、開花席を除き、奈良山和寺、伊勢島のイラストが入っている。客室カーテンの模様も12,400系を踏襲してロイヤルラインとされたが、会場、開花席ではベースカラーが異なる。 カーテンタッセルは本系列より、U 字状のアルミイモの形状となり、溝へカーテンを挟み込む方式に変更された。窓柱部分には、当時の近鉄特急車内でおなじみであった、飾り造花が4、窓置きに据え付けられた。その他に、T 社エントランスの窓にも飾り造花が据え付けられた。照明は、T 社の入り口天井照明には、奈良、 カスガ大社の灯籠からイメージを得た模様を入れている。また、T 社に階客席の荷物棚につながる蛍光灯カバーは和紙帳にデザインされた。この蛍光灯カバーからは蛍光灯の光に加え、天井の飾り小窓から取り入れた自然光を合わせた二重の光が放たれる。夜間になると、この蛍光灯から発する光で飾り小窓が淡く発光する。天井照明は、 荷物棚の奥に蛍光灯を設けてドーム状の天井を照らす間接照明とした。MC 社は12,400系と同様の照明である。定員は両先頭車が120名、開花席が24名、会場席が128名で観光列車として会場席重視の考え方が現れている。会場席の定員を多く確保するためには T 社から 余計な階段を除去する必要があり、MC 社と T 社を連絡する階段は、MC 社側に設けられ、T 社の階段を一つ減らした。そして T 社間は二階客室同士の連絡とした。T 社の車体中央に客用扉があるのも、会場席の定員を多く確保するためである。開花室の真上に位置する会場席が回転不可の理由車内の合車表記は、 MC 社が従来通りの札差し込み式、T 社は新採用の反転式翼式表示器を使用したが、これは本系列以外に普及しなかった。エントランスには乗客が4室に分かれた客室を探す際に迷わないためにドア上部に座席案内板を表示している。座席、編集座席は開花席を除いて変身回転式間にリクライニングシートを採用している。ただし、 開花席は天井の圧迫感を与えないよう天井高さを上げているため、この部分の2階客室は床が一段高くなり、ここに位置する座席は回転できない。さらに、会場席の連結面側の客室末端4座席、およびも3200系のトイレよりの客室末端4座席も回転不可である。したがって、編成あたりでは、開花席を除いた、 回転不可の座席は36席存在する。進行方向によっては見知らぬ、人同士が向かい合うことになり、乗客のニーズとミスマッチする一面もあった。座席ピッチは 980mm である。ただし、会場席のエントランス側の客室末端8座席の間隔は 1030mm と若干広い。開花室のソファは座面高さを低くすることで16、1650mm。 ミリメートルの天井の低さを実感させないように配慮された。化粧室、編集トイレは両 MC 車連結面側に和式一箇所と独立した洗面所が設けられている。洗面室は三面鏡の両サイドの鏡に蛍光灯が埋め込まれた。給水方式は足元ペダルを踏むと蛇口から水が流れ出る当時の標準的なタイプであった。床は モザイクタイル張りとした。床下は機器で余裕がないため、水タンクは床上設置としている。処理は貯蔵タンク式である。車内販売準備室、編集も3200系の運転台の直後に設けられた。給湯設備がある点や、基本的な構造は12400系と同様である。統計列は階段があるために、車内販売はワゴンを使用せず。 カゴに商品を入れて、客室を巡回した。MT 比に M2T の4両編成で、大阪側からも3 2 0 0系マイナス差3 1 0 0マイナス差3150型からも3 2 5 0系の順に組成される。このうち、中間付随車2両が2階建て車両となる。3万系と多系列編成との連結位置、編集本系列は両先頭車が共に、電動車であり。 それぞれの車両がパンタグラフを2行きずつ搭載していたことから多系列編成と連結する際は原則的に多系列が本系列のナンバーよりに連結され運転台側にパンタグラフを搭載する車両同士が隣接しないように運用されていたつまりもう3200型と多系列が連結されることになるがこれは運転台側にパンタグラフのある電動車同士が連結されると ファンタグラフが極端な隣接配置となり、押し上げ力過剰で、河川に悪影響を及ぼす危険性があったことへの対策であった。3万系の各線における、編成の向きと、多系列編成との連結位置を示した図1978年暮れから1985年に、かけて4時にわたって製造された、1次車と1979年7月春行の2次車は、 同一の構造となっているが、1980年7月竣工の三次社は、MC 社の屋根上に連続型の歩み板が海側に設けられた。また、母船及び母船下電流計電気が設置された。さらに3213階までは回転できなかったも3200系の連結面よりの客室マッタン4座席が回転可能となった。 1985年3月竣工の4次車は3次車の、竣工から4年半が経過しているため、マイナーチェンジが施されている。も3215は、当初から車半準備室とトイレ部の白窓が省略された。またこの頃、線路設備等の改良により、車両限界が拡大されたことによって、中間 T 車は、天井の中央部に冷房ダクトを2本追加して、屋根に段がつき、 車体高さを4 1 4 0ト、mm、ルに引き上げた。また、乗務員室の環境を改善するために前後スペースを拡大した。このために乗務員室扉が客室側に6 0ト、mm、ル移動した。開花席では奥行きが1 0 0、mm、トル拡大され、2 0 7 0ト、mm、ルとなった。座席のリクライニング機構は2段階式から無段階式フリーストップタイプに改められた。 客室妻壁の伊勢島、奈良山和寺のイラストは採用されなかった。MC 社の屋根上に、連続型の歩み板が海側に設けられ、母船おび母船下電流計電気の設置、またも3200系の連結面寄りの客室末端、4座席が回転可能となった点は3214回と同様である。1988年3月から実施された。 最高速度時速 120km 対応工事が全車に施行された。具体的には、パンタグラフの3原版目カ、ブレーキシリンダーの圧力変更に伴う、制動能力向上、抵抗器の容量アップ、ATS 上限速度の変更等である。1990年11月18日に3214回が、高安車庫留置中に放火にあい、 復旧に際して、妻壁イラストを廃止、座席の無断リクライニング化、機器の一部申請を行った。1980年代後半からトイレ、車半純備室のすりガラス窓を埋める工事が一部編成で、施行された。車体更新を控えた3207回が、踏切事故でも3257の制御機を破損し、 復旧に際して18,400系18,410回を1996年3月付で廃車とした上で制御機の転用取り替えを行った。この時期は1100系から流用した。制御機の老朽化が顕著になっていたこともあって、この3207回を皮切りに流用者の取り替えが、打編成にも及んだ。制御機の提供元には、18,400系のほか 12200系も加わった。更新車ダブルデッカー部分構え体の上半分を取り替える大掛かりな改造を受けた21000系アーバンライナーの登場後、本形式は近鉄を代表する車両というポジションでなくなり、平成に入って22000系 ACE 2 3000、23000系伊勢島ライナーも登場し、これら後発の特急車より、 車内設備の見劣りが顕著になったことや折しも初期車の製造から約17年以上が経過して、車体更新時期に差し掛かったため、1996年から2000年にかけて大幅なリニューアルが実施された。改造の検討は1994年から開始されたが、当時の近鉄特急はリゾート特急に限れば2万3000系、伊勢島ライナーしか存在せず、 それもも編成のみの小世帯であった。これを保管する意味合いもあって、汎用特急に埋没していた3万系を、リゾート特急として蘇らせることになり、それにふさわしいデザインを目指すことになった。そこで、リニューアルコンセプトを、ビスタカーの魅力の再発見、デザイン上のキーワードを、エレガンスリゾートとした。今回の改造にあたり、心臓者並みにデザインチームを立ち上げ、スタッフには、 昨今の近鉄車両の内装デザインを手掛けている山内陸平をはじめ近畿車両近畿日本後期ご移動研修車庫が参加し約1年間の議論を行った上で常実のコンセプトを設定し改造工事に着手した改造工事は高安研修センターにて実施されたが規模の大きい改造であるため最初に施行される3201回のみ近畿車両 特案工場まで移相の上、メーカーによる協力のもと、綿密な工事を行った。リニューアルに際し、相性をビスタ EX に変更した。EX の由来は、下記の単語の接頭語である、外観、編集先頭車前面の行き先表示器は、細くなった帯幅に合わせる形状となり、特急ロゴが省略された。1100系から流用した。 主制魚器を装備する3206階から3210階、3214階に、ついては12200系や18400系の廃車発生品に交換している。T 社出入台横には2万系に準じたビスタカーのステンレスロゴタイプが貼り付けられた。また、MC 社正面右側にはビスタ EX のロゴタイプが貼り付けられた。 二階建中間車は二階部分を申請し、天井部分と床部分を重ね、側窓は従来ハーモニカと称された小窓が連続していたところを、天井部の明かり窓と一体化した局面ガラスに取り替え、また縦3を黒塗装している。この改造により、中間車の車体断面寸法を2万系、楽に順ずる横 2800mm 高さ4140。 ミリメートルとしたため、外観も、楽に近いものとなった。塗装は、従来のアスカオレンジをベースにネイビーブルーの帯を、引き続き採用したが、従来 T 車に配していた、V カットラインは、MC 車の連結面より側壁に変更し、ブルーの帯の上にエレガントホワイトの帯を追加した。また、車体主部は、エレガントグレーの帯を配した。MC 車の T 車より側面には、 島スペイン村のキャラクターが描かれている。春光寺より母船引き通しがあった3214回3215回以外は編成内に母船を新たに引き通し、母船家電流計電機を設置した上で MC 社の運転台側のパンタグラフを撤去し、連結面側一気搭載とした。パンタグラフの母船引き通しは保安上の理由もあり、従来は30メートル以内となっていたが、 これが50メートル以内に緩和されたことから可能になったものである。車体更新前はパンタグラフが接近しすぎるという理由で、賢島寄よりには多系列編成の増結ができなかったが、この改造により増結が可能となった。また、MC 社会側の歩み板の長さが変更され、3202回から3204回までが車両全長にわたり、3205回以降は、 ヒューズ箱付近でカットされた。また、3201回のみ、ランボードは無改造とされた。山側はこれまで通り、短めのタイプである。原型車では、MC 車と T 車の屋根段差が激しかったが、リニューアルに際して T 車の屋根がかさ上げされたことに伴い、編成全体の一体感を出すために、大型のカバーを取り付けた。客室。 編集2回客席床部のかさ上げにより、客室末端部の通路段差が解消され、合わせて、シートピッチの変更と車端部の固定式座席を撤去した。また、も3200系の化粧室スペース増強によって、車端部の固定式座席1列分を撤去し、開花席を除き、編成内すべての座席が回転可能となった。これにより、編成定員は、 272名から252名に減少した。2階部分と平床車のシートは、設リを22000系のものに類似したタイプに交換。モケットは、オレンジ系のナハンラオーラとグリーン系のベルデオーラと名付けられたものを採用して、これをランダムに配置した。会場室がオレンジ主体、先頭車がグリーン主体である。リクライニング機構は、全車フリーストップ式に統一された。 開花席については、アルコイーリスと名付けられた横縞の入ったパープル系のモケットを採用し、座面やセズリ等も全面的に変更された。その他は全車において内装のカラー変更やカーテントメグの採用も行われているが、MC 車への間接照明の設置はされず、また運転台寄りのドアは改造前の全面ガラス製の素材をそのまま流用した。 T 社出入台のエントランスホールは空間の広さをさらに強調するデザインを採用した。開花から会場に貫くプランタボックスを配置して、そこに観葉植物を置くことでエントランスホールにそびえた月をイメージした。さらに天井に走る汚染は空をイメージしている。トイレについてはもう3200型は洋式と男性用小便器ブース。 洗面所の組み合わせに変更された。も3万二2 5 0型は従来通りだが、インテリアが一新された。デッキは21000系に習って、ダウンライトでまとめた。2010年4月から2012年3月にかけて、全編成に2回目の車体更新が行われた。外観行き先表示器の LED 化と乗降口の雨どい取り付けと、車体連結部の転落防止ホロ設置が行われたが、 側面行き先表示器は12,400系、12,410系行き先表示器更新車に準じた三色 LED 式で、先頭車前面行き先表示器は22,600系に準じたフルカラー LED 式となっている。客室 T 社開花席ヨットのキャビンのイメージインテリアは、海をテーマとして、航海に出る時の期待感と躍動感を表現した。 T 社開花席は3から5人が同一工程で利用できるグループ専用席とされ、ヨットのキャビンをテーマとしたものに変更され、大型の天然機仕様のテーブルを新たに設け、入り口にパーテーションも設けた。MC 社と T 社会場席は22,600系に準自対ユリカゴ型座席に交換された。座席を持てぬのは MC 社を赤、T 社を青として設立部に、 メッセージ柄を入れて、若々しく、楽しいイメージを表現した。メッセージとは、リミテッドエクスプレスビスタカーボンボヤージュである。ただし、3201回については、開花席の試作車要素があったために、車内設備も多編成と大きく異なり、座席は B 更新前を踏襲しており、内装材の新品交換に止まっている。もう3250型は喫煙者の設定があるため、 座席背面と側壁に収納式の灰皿が設けられた。トイレは22,600系や26,000系。更新者に準じて男性専用の小便器と男女共用の温水洗浄便座の洋式トイレに改修され、も3250系の和式トイレは洋式化された。B 更新に伴い編成定員と次長が変更となった。 栄光新時の定員から4名減って248名に、次長は中間車のみ1両につき1トンゲンとなった。その他の改造近鉄3万系喫煙室外観。近鉄では2万2千系の車体更新を皮切りに、2016年以降に保有する汎用特急車両の塗装変更を発表しているため、本形式でも塗装変更の対象とされているが、 2016年6月から2018年までに全編成の塗装変更が完了している。MC 社の塗装塗り分けは12,410系12,413回の B 更新の際に塗装変更されたものに準拠しているが、ダブルデッカーの中間車は本系列独自の塗り分けとなり、MC 社全面のビスタイ X エンブレムは撤去された。また、塗装変更に並行して、 車体前面窓の女子側に赤字の白文字によるステッカー仕様の特急表示が従来塗装車も含めた全編成にて行われた。2020年4月1日施行予定の改正健康増進法に対応するため、2016年から2019年3月にかけて本系列の喫煙室設置工事が行われた。設置場所はもう3250型で、これに伴い、 座席背面と側壁備え付けの灰皿をすべて撤去し、喫煙室と反対側の側面窓は封鎖されたが行き先表示器の位置は設置以前のままであり、乗務員室扉の交換は省略されている。近畿日本鉄道のダイヤ変更も参照1978年11月29日深夜3201回が近畿車両特安工場から高安車庫に陸送された。 1978年12月4日に7編成が、竣行して、翌5日より試運転が行われた。同年12月15日に、大和災害時東青山大和八木館で、CM 撮影用に3万系同士の2、編成並結運転が行われ、ヘリコプターによる空撮も行われた。営業運転は、同年12月30日より、暫定ダイヤで運用開始し、初日は、 近鉄南波鹿児島間に往復、京都鹿児島間に往復、近鉄名古屋鹿児島間に往復であった。31日には、伊勢方面の越年特急にも使用、翌年1月5日より通常ダイヤにて運用を開始した。また、名阪港特急にも片道1本ながら3万、軽運用が設定された。時刻表には、本系列重等列車のすべてではないが、 V マークが表記される。万位以降特急経緯特急名以降特急1979年7月の二次車、後編成の増備に伴い運用列車を拡大した。近鉄南波賢島間は、高特急を8往復。京都賢島間は2往復。近鉄名古屋賢島間は、高特急を6往復。近鉄南波近鉄名古屋間は7往復。その他に、京都近鉄奈良間を3往復。 京都柏原神宮前館を1往復、近鉄南場近鉄奈良館を2往復のダイヤとなった。この増備によって、島船内を走行する特急列車のほとんどが3万系という状況が日常茶飯事となった。伊勢島特急用にデビューした3万系、ビスタカースリーヨであったが、この頃日本国有鉄道の債務状態、労使関係悪化により、運賃、 新幹線特急料金は1975年より値上げを繰り返した結果、コストパフォーマンスと乗務員のサービス体制で近鉄に有利性が生じ、名阪ノンストップ特急の利用客は再び増加傾向にあった。そのため3万系も近鉄の看板列車として名阪ノンストップ特急の一部を担当した。1990年3月15日のダイヤ変更で、 名阪高特急の全列車が2万1000系に置き換えとなったため、3万系を含む一般特急車両は名阪高特急運用から退いた。最終日の3万系高特急運用は近鉄南波発19時の下り1本のみであった。1996年4月に3万201回が更新改造を終え、4月27日から上本町。 賢島間の境と急に往復から運用を開始した。1999年8月28.29日に未更新車が残りに編成となったことからオリジナル車の2編成並結運行が近鉄名古屋賢島間で行われた。1999年11月27日から同月30日にかけてオリジナル車のさよなら運転が実施された。 27日と28日は、近鉄名古屋賢島間の名以降特急1、往復。29日と30日は、近鉄四日市湯の山温泉間を2、往復走行した。2004年3月ダイヤ変更時より、万位、経意特急で3万系に編成平結運用が、開始された。2009年3月20日のダイヤ変更により、多客時を除き定期列車での3万系に、 編成閉結が一旦消滅した。2010年4月29日より B 更新を終えた3201回が堺特急より営業に入った。この日以降、すべての本系列重道列車の開花席は B 更新の試行、未試行を問わずグループ専用席とされた。開花席の試験運用として、同年10月頃までは以下の列車に限定して運用が組まれた。 2020年3月14日時点では名医、万四特急、京名、京京特急を中心に、ハンナ特急、京医特急でも運用されている。かつては名班特急でも運用されていたが、八万系のデビューに伴い同年3月13日をもって定期運用が消滅し、以降は名医特急の送り込みを兼ねたダイソー運用のみとなる。二千十九年四月一日現在、 4両編成15本が最大事件尺に配置されている。ありがとうございます。